こんにちは皆さん。だって私もうだってちげきさんのチャンネルの 1,2,3 本くらい出てますし。其他美女的话你们喜欢的吧。いやそんなことないですよ、そんなことないです。おめんどうしファンにですか。没有。今日は何しに行くんですか。どこ行くんでしたっけ。ヘアカットします。ヘアカット、リベロフォーヘア、ここに住所置いておきます。リベロフォーヘアの知り合いのところに。あ、どうも。あ、早速。どんな風にするんですか。落ち着きたいです。清楚系だって。頑張って。はい。ショートでもいいかなと思ったんですけど、ショートにしてもらおうかな。じゃあこのラインでこれでいきます。ショートに、ショートにします。おーい、よかったね。ここに通います。やったー。じゃあ次は色ですね。はい、毛先が、はい、これぐらいなんだよね。うーん、だから例えば同じ色が見越していくと同じぐらいです。綺麗に撮って、おしゃれに撮って。今回のテーマおしゃれだ。そう、撮れるんですか、おしゃれ。インスタ映えする。ほら、だいぶ黄色いでしょ。お、黄色い。よっしゃ。お、黄色い、黄色い。もうちょっとね、オレンジがかかる。そう。あ、本当だ。あ、でもだいぶいい感じですね。かわいい。もうちょっとそう。寝ちゃう。いいね。どうすか。陽気。今んとこ眠いです。眠い。初めて台湾できる。はい。この前の動画にも出てもらったルイさんです。今日はナオちゃんが担当してもらってます。カレコレ3時間くらい。こんな感じ。おお、かわいい。いいね。これはね、水蒸気。あ、水蒸気。なるほど。こうやって下向いて、そのこういう感じで下向いた時にも、はい、ここから後ろからこうやって。あ、なるほど、わかりやすい。もう大人っぽい。やったー。いやー、切ってよかった。よかったね。マジで雰囲気変わりましたね。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リベロフォーヘアでした。